はい、もっくんでーす。マリヌでーす。はい、今日はまたマリナさんに来てもらいました、はい、今日はね、何の検証かと言いますと、α7R4 から追加された動画ひとみ AF ですね、検証していきたいと思います。イエーイ手が叩けない GoPro 持ってるからってな感じでね、早速試してみようと思います。イエーイ、イエーイ。撮ってますね、見えますかね、こちらの方に追っかけてますね。ちょっとね、α7R4 になってどれぐらい進化したかっていうのをね、見てもらいたいので、じゃあちょっと回ってみましょうか。お、もう一回行きましょうか。あ、いいですね、すごい。じゃあこちら端の方はどうなのかな、エリア的フォーカスエリア見てみましょう。うん、あ、すごい、端の方でもバッチリ瞳 AF 出てますね。こっちですね、出てますね。ちょっとじゃあ歩いていって右端の方まで、あ、すごいすごい、バッチリ追っかけてます。じゃあちょっとエグザイルみたいに回る、チューチュートレインみたいに逃げ切れてないぞ、まりこけてる。動画瞳 AF やばいですね、結構端、怖いですか？もう目回ってきた。いや、まだまだですよ。はい、じゃあ今度また正面見ていただいて、はい、そうですね、ちょっと歩いてみていいですか。このこっち見ながら右行ったり左行ったりです。あ、すごいすごい、追っかけてます。うん、あ、すごい、右目に当てて、あ、いいですね、すごいすごい。で、今ローアングルだったんですけど、今度目線の高さ見てみましょう。あ、目線の高さだともっと食いつきますね、いい感じ。もっと歩いてっていいですよ、こっち行ったりでこっち来たり、いい感じです、すごいすごい、うん、いい感じ。じゃあ今度ちょっと歩きながらやってみましょうかさっき端に行ってもらっていいですか。あ、いいですね、追っかけて、今度右に、あ、いいですね、これ往復してください、繰り返して。あ、いい感じです。じゃあ今度中心に来てもらって、あんな感じで、そう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 、もっと大きく動いていいですよ。おお、あ、すごいですね、結構めちゃくちゃ追っかけてます。で、さっきみたいに端に、うんうんうん、あ、すごいすごいですね、ここまで来てもこんな端でもちゃんと食いついてます。もうなんか全てのエリア食いつきがいいですね。左上、左端、あ、食いついてます。右上端、あ、すごいですね、結構いい感じです、いい感じで食いついております。動画瞳 AF すごいですね。じゃあ、あ、もう普通に回ったりとかポージングしたりとかしても大丈夫。あ、OK、うん、OK、 うん、いい感じ、始まってます。いいね、そこ綺麗綺麗、いい感じ。こっち側がいいか、うん、あ、いい感じ。 そこでなんかいろいろポージングしようか。はい、ここで動画瞳 AF が一旦外れます。モデルさんのポージングの腕が顔にかかったタイミングで一旦外れて、復帰するまでに少し時間がかかりました。とはいえね、これだけ粘り強く追ってくれるとありがたいですよね。すぐに瞳 AF がまた復帰しました。すごくね、僕は動画も撮影するのでありがたいです。動画瞳 AF 本当に使えそうです。はい、終わりました。動画瞳 AF すごかったですね。ねー、すごかったね。マリナさんにも先ほどね、見てもらったんだけど、もうずっと追従してましたね。結構ね、この画面の端から端までね、結構隙間なく、追従してくれてました。いやー、これ、動画撮影すごく楽になりますね。うんうんうん、で、今回はね、簡単に、ね、手持ちで撮ってテストしたんですけれども、今度ね、ジンバルとかに載せてみて、これで本格的な動画も撮ってみたいなと思います。今日はね、簡単にこんな感じで動画瞳 AF の検証でした。じゃあね、それではバイバーイ。バーイ。Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn.
Don't suppress your fire, baby, let